面白いことを言う人はあまりいらっしゃらない指差しでこちらお願いします。我々のグループで提案しました元素名ニホニウム、そして元素記号 NH が認められ正式決定したことを大変嬉しく思っております。日本発信、それからアジアで初の元素名が人類の知的財産として将来にわたって継承される周期表の一石を占めることになりました。研究グループの代表として大変光栄に思います。まあ、ニホニウムというのを見て、なんぼかでもですね、子どもたちが誇らしい気持ちになって、それで少しでも科学に興味を持ってくれればね、もう非常に大きな意義を果たしたと思います。基礎科学を多くの人間がやるというのは、これまさに国力そのものでありますので、まあ、この我々のこの発見がですね、まあ、国力の発展の一端になれば、これほど研究者として名誉で嬉しいことはございません。